先週はあの習近平体制、えー、スタート目前ということでその政治経済中国これからどうなるかというお話を伺いましたが今日はもうちょっと絞ってですね 今、日中間で最大の問題になっております尖閣列島、はい、この問題を一体このどういうふうに乗り越えていったらいいのかということについてお話を伺いたいんですがジョーさん、えーその、中国行っておられてそれでこのあちこちテレビも出てこの問題議論したというふうにおっしゃってましたけど、はいえー、ジョーさん自身はこれどういう議論をこのしてるんですかえっと、ね、本当に今回の尖閣主導問題について 中国側はですね、ショックという文字が出てきましたけど。ショックショックですね。うんえー、なぜショックしたかというと、うん、野田政権はなぜ尖閣主導が国有化したかと、うん、それは中国側が理解できないということですね。だかからら中国から見ると もともと日本の個人が占領しているということで、まあ、国威化になると国家とということになるから、うんうん、そ国家がいよいよ管理に乗り出してきたという受け止め方なんですよね,すねだから「国家政令という中国言葉が出てきてというのはね日本という国が尖閣諸島を令を侵略したということになるんですよ。 だから中国の政府でもそれで一般の国民でもみんなかなり怒っています、ねうん。なるほど、はい。うん、すみません、それは今まではどう思ってたっていうことなんですか。今までは個人の持ち物で国家が直接出てきてなかったう、ね、そうですね。日本で,でいやそうじゃないんですよ、実はね、うん。だからね、うん、私もちろんあの、うん、ずっと日本で、えー、自分仕事をやっていますから、うんうん、日本の政府のやり方、立場もうよく理解してますけれども、でそのその中にですね野田政権が 一番足りないということはね、うんうん、事前に中国政府と相談しなかったですねです、はい、だからスミカで中国政府といろいろ交渉して説明してですね中国政府はもうもちろん納得できないと思いますけれども、うん、どうなんか少しだけね理解してくれれば、うん、今のそういう厳しいの局面に、うんうん なならいいと思います全くそこに尽きるんですけどだけど、そのあれなんですよね、今までだって要するにその、えー、持ち主に言え、はいわばお金を払って賃貸してたわけですよね、そ,でねでそれが、まあ、切れると、はい、そのタイミングで石原慎太郎という、この、はい、なんていうか、まあ、これ、挑発者ですよね、そうねそ今回、役目としてはね、はい、この人が関係ないのに東京都が買うとかいうわけのわからないことを言い出したと。 そのまあ、あの人はそれはもう本当にえ中国のことをまだしなしななんて言ってる、ねそ,うね、そういう,もうい<や>反中国売り物の人ですからそういう人がその出てきたんじゃこのもうトラブルになっちゃうというのでそこに政府が。 挟まったわけですよねむしろ石原さんの暴走を抑えるために日本政府はその国有化せざるを得なくなったというのがそのこと自体について、まあ、中国はそう言われたって「はあ、わかりました」とは言わないんだけれども、はい、そういうことなんだと、うん、ああいうその反中国ゴリゴリみたいな人をこういうその日中の接点のところに出してきちゃダメなんだと、はい、そのためにはその、えーまあ、中国も、えー、り理解 とは言わないけど、まあ、この一応、飲み込んでくれと、われわれの意図を、はい、そういう話をちゃんとしなきゃいけなかったんですもう一つはね、あの中国側が起こっている理由ですね、うん、日本政府は今、尖閣主導は、ね、領土問題存在しないという立場ですけれども、もちろんあの今までずっと自民党政権だから、まあ、田中角栄先生時代から、まあ、小平先生、 時代までですねずっと尖閣諸、まあ、島についてお高い島についてお高い出張があると、うん、というの紛争地という認識が多少ありますけどね,ね、うん、だから民主党政権に代わって、まあ、一気に領土問題は存在しないということはね、うんうん、中国側,は中国側はもう本当に理解できないですね。そううですね、うん それはだから要するに周恩来そして小平ずっとねでこれこの日本側は田中角栄大平正義その間でずっと棚上げということは紛争があるけれどもそこをこの蓋を開けるとどうにもなんなくなっちゃうからだから棚上げなんだから紛争はあったわけですよね。ね。そうですはい。 そこがねその私も理解しないんですよ紛争はないと。うん えー、言ったって現実に紛争があるわけですね。歴史的にもそれはおかしいんですよすね。うん、仮に線引きをしたみたいな地域だったってことですか。線引きもされてなかった,た。されてないんですよ。それでないんですね。日本側は一方的に、あの何年何月にどうしてこうしてこう。あの島根県がどうして、あ、うん、島根県じゃねえある、あの、えっ、ー、と、沖縄か。うん、沖縄県がこうしてあして,って、このそれ、あり、ありますよ。経過は。うん、それ、んなこと言ったら、中国側にもあるわけだから。うん、だから、それを両方で、こうだ、ああ、だとか、いや、あの時。 って言ったって始まんないからこれは広大の知恵に任せましょうというふうになってきたわけですよね。と、うんね、いうことは紛争があるから棚上げしてきたわけです,、うん、そうですね、うん。そうすると地図が違うんですね中国側の地図と日本側の気もち,ろん,もちろん違いますけれども,もだから今ね一番困っているのは iPhone の,の,あの携帯電話ですね。 グルグルのそういう地図はですね。ねどうすればいいと、<laughs> 日本語版と中国版はね、その選択手段の問題についてどういうふうにそういう <laughs> 表示するかですね、まあ <laughs>、うん、結構難しい問題になっていますけど。今、うん、あるよね。今の現実はどうなってんだろう。うん、現実 g o は今中国でもまだ iPhone まああの iPhone S かなそれまだ販売してますけどもそれまだまあ私確認してないけども多分ね新しい iPhone 携帯はねまだ中国で発売してないからまだ結果分かってないけどもいや私はね根本は棚上げで良くて棚上げというのはそこからただ塩漬けにするんじゃなくてそこから先進むには竹島問題もそうなんですけれども やっぱり所有権の問題は棚上げしましょうと。うん、そうで,、ね、でその使用権そね,ねその、えー、島そのものはあの尖閣も。 竹島は別に使いようがないんだけども、うん、周りの漁業権の問題漁業権ということで言えば、はい、昔からそ<う>その日本の漁民もあの辺でやってるし中国の漁民も来てるわけで、ね、共同仕様だっただからそれを正式に共同しようとしてルールを作ると、はいはい、それでそれからあと、まあ、最大の関心は周辺の海底資源 これももう共同開発できましょうと実際にはね先生ね2008年先生も覚えてると思いますけども中国の国家主席国技堂さんね訪日に来た時福田総理と一つ合意がありましたので統計活で共同開発というみんな合意しましたけどもその後尖閣諸島について特に 沖縄近辺の海ですね、うん、中国海軍がもう太平洋に出ていくということについて、まあ、自衛隊がいろいろ邪魔という、うん、あるいは監視体制を取ったけれども、うんうん、それでね、侵害関係が崩れただから、<laughs> もちろん中国政府はもし、東海ガス電が共同開発すれ,れば、一番近いの陸地ですね、島は、ね、尖閣諸島ですよ。そうですね だから尖閣諸島が整備して、うん、日両国の共同の生活エリアとしてですね、うん、基地としてそれで使えばいいじゃないですかという、うんうん、そういう考え方、ね、元々あったですねそうですね、はい、だからそこに戻らなきゃいけないですねそ<う>だただそ,そこでもその、ね、その中国海軍の,その東シナ海から太平洋進出ということについてこれは中国側も日本にちゃんと説明しなきゃいけない。そうですね、うんうん でただこのいきなり出てくるから、はいはい、もうね。事前連絡体制をね、うん、もうちゃんと作ってですね、だって戦略的互恵関係ですか、うん、とかいうことになってるわけだから、そう,ね、そういう中国の重大なる戦略変更と見える、はい、え行動については、もうそれこそ,そ、きちんと説明しないと、まあ、野田がその国有化について説明しなかったらいけないというのと同じ意味でね。 やっぱり中国は日本だけじゃなくて国際社会に対してそのどういうつもりでそういうことしてんだと、はい、えだからもう反中国の人は日本でもアメリカでもみんなも中国が海軍どんどん攻めてくるみたいな言い方になっちゃうわけでしょう、はい、でそれは中国の意図じゃないわけだからそうするとその,その説明がね国際社会に対するこれは必要なんですよね。そうですねうん